Ay, no. Quiero un chico. ¿Cómo crees? ¿Cómo te dijo acá? ¿Te dijo tú de su? Ay. ¿Cómo te dijo? Bullpen を取り出したらいいことなんですよ。なんていうかな、まあ、なんていうの、年別、うん、年別、これはね、年別上昇するか下降するかって意味かっていうと、そうと同じやったっけ、違う気がしないけど、そう、落ちたのなぜ落ちたかっていうのはね、じゃあ、なんていうのかな、上下というグラフはね、普通は、ね、上下ってことだよね、国内の金額を引き出す金だけで、失礼します、ん、実際に、何度も言うけど、貿易とかで、ね、上がったの下がったので、ね、いちいち数億円とか、ね、数十億、数千億円が問題になったり、なんとかなってるんで、意味ないんですよ。人物総計意味ないから、そういうのやめてるだけで指導したわけ。でね、これでちょっとうるさい、働く意味がない、うん、そう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 、年別総計で、なんちゅうんですかね、うん、まず1番目に2番目3番目4番目5番目、それを、まあ、意味によって間違ったんじゃないんですか、20からね、25から35と、35から26と、47から52と、53から62と、なんか意味があるんです、うん、女性はこの絵を見ると、まず悪い方から、ちょっと書きづらかった。女性枠。女性枠ね。女性枠は知らないんですけど。女性枠の中で、まず一つがね、丁寧。意味は開かないですよ。丁寧で、これが、強調ね。あ、今日が違う。くなじ、知ってますよね、感じ。くなじや。強調で。強調、これがね、同調と思うんです。いろんなその女性と付き合いするかって分かるんですよ。同調で、これが、ある種の権威かな。権張りか。これで、これがね、上司みたいな、上司長みたいな、上司長と思うんですよ。あれは好きだよっていう。53から62になってもう大体女性たち上司だと思うんですよ。今見て、今からずっと海見て考えてます。見ます？見てます？ピント合ってますかね？まず20から25やってみたいと思います。おはようございます。検証データなんですけど、そもそも、どうしましょう、どうしましょう、というより、問題がありまして、そう、ちょっと、見せてみて、はい、みたいな、
声小さかったかな。でね、25から35になると、もうなんかな、ちょっとあんた何してるの、あ、いえ、僕ですか、うん、あ、いい、あの、ただここに座ってるだけですよ、ちょっと立ってなさいよ、ね、あ、はい。で、35から46になると、こんなんやね、どうも、あら、どうも奥さん、どうされたんですか、いや、私が言ってるのは、あの、どうもっていうんじゃなくて、見ましたけど、あ、あれでしょ、そう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 、うん、そうそうそう、何回言いましたっけ、みたいな。で、47から52になると、あの、こんなんよね、ああ疲れましたことみたいな、そうですね、あの、どちらかお出になられたんですか、いや私はもうその何ていうの、関東ですけど、あ、そうなんですか、こちらやっぱ九州長いんですか、そうですね、私はもう福岡の方に来てから、ここ九州でも福岡の方多いんですか、あ、そうですけど、熊本の方もいらしたりするんですけど、私はですね、もう千葉でかもか、あ、っていうかもう関東一緒くたにされまして、あ、なるほどねみたいな。で、53から60になると、でも、おはようございます、あら奥様、こんな朝早くから精が出ますって、精が出も嫌ですわ、そんなことより私がね、今日朝ね、お作りさせていただきました、もうなかったらしいから、何、あの、写真で、ね、どうも、そういうやつまあそういうことでいいのかなっていう感じです。まあ、声も綺麗にっていうことがね、基本なので、うん、まあ、品のいい通る声っていうのは、うちの愛人たちは有名でね、本当に綺麗な声出されるんですよ、うちの愛人たちは。でも、本当に品のいいの、本当に、本当こう、奥さんとしてこう立派な、なんか優しい貫禄のあるね、あの、全然違いますね、その辺。うん、それがこう、即女がね、あんな風に、あの、彼女風に見えて、うわーみたいな。なことまさかあの京都美人が言ってるかと思うとのけぞりますけど、ということで、あの、まあ、都市別総計ということでお願いいたします。